どうもー、中日ドラゴンズ大好き芸人の井之島全治6ヶ月です。よろしくお願いします。今日はですね、先発投手陣が不足をしている、この話をねしていこうと思います。まずね、今ドラゴンズがですね、投手王国と言われながら先発投手陣が不足をしているか、それはですね、一つはですね、私が思うにですね、もともと先発候補だった選手が中継ぎに回った、これもありますよね。勝野選手、清水選手はですね、もともと先発としてね、調整をしていたんですけども、2人とも中継ぎに移動になったんですよね。その分ね、リリーフ陣はですね、今、鉄壁になったんですけどもね、勝野選手、そしてね、清水選手に限ってはですね、防御率0点台ですからね、素晴らしいですよね。でもその分ね、先発で投げさせてもいい投手がいなくなって、そしてですね、先発で投げさせたい投手が未だにですね、育成ができていない、これが一つの原因ですよね。森山選手が怪我をして育成に行ったりしていますからね。はい。だからこういう原因もあって、先発が不足をしているっていうのもあるんですよね。で、二つ目の理由はですね、やはりですね、中地礼也くんとですね、日下くんがですね、共に怪我が多いっていうのもやっぱありますよね。はい。日下くんに関してはトミー・ジョンはね、もうこれしゃあないっすよ。はい。ね。来年の今頃ね、2軍もしくは1軍で投げていることに期待しましょう。でもね、問題は君だよ。中地礼也くん。あなたね、持ってるポテンシャルはね、すざましくね、いいもんがあるんですよね。私はね、自分のチャンネルで何度も言ってますけどもね、中地礼也くんが沖縄大学3年生の時にね、私、東京ドームで見たんですよね。その時にはね、もう140キロ後半のストレートをね、バン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 投げていてね、こんないいピッチャーが地方にいるんだなーって思いながらね、家に帰ったんですよ。その中地くんがね、中日ドラゴンズにドラフト1位で入団、こんな嬉しいことはありませんよね。で、そんな中地くんがね、残念ながら、怪我が多いんですよね。これがもうね、ちょっと投げただけで、1イニング投げただけで、内転筋を痛める。これが多いんですよね。だからね、今のドラゴンズの先発陣の不足っていうのはですね、やっぱ中地くんがね、ちょっとうまく投げきれていないからっていうのもあるんですよね。やっぱ中地くんってね、ドラフト1位で中日ドラゴンズに入団をした選手ですよね。だからやっぱドラフト1位でね、取った投手っていうのはね、絶対に戦力にしないといけません。で、中地くんがね、ちょっとなかなか戦力になりきれていませんからね、これは残念なことですね。でもね、井上二軍監督が中地くんに練習の投球をやめさせて、なぜこんなにね、怪我が多いのかっていうのをですね、一緒に考えようって言ったんですよね。これはナイスな判断ですよね。はい、さすが井上二軍監督ですね。だから中地くんはですね、なぜこんなに怪我が多いのかっていうのをですね、自分なりに、それで投手コーチに聞いて、それを分析して、調整方法をね、考えてほしいと私は思いますよね。はい。中地くんはね、もう2024年シーズンは、先発として登板することはもうないと思うんですよね。でもね、その代わり、2025年はね、もうね、2月1日の春のキャンプからね、もうね、どんどんアピールをね、していってもらって、開幕ローテに中地礼也くんがね、入るようにですね、結果を残してほしいですよね。中地くんがね、先発陣に一人加わることによってですね、結構ね、先発の台所事情っていうのはですね、楽になると思うんですよね。でね、私が思うに2025年のドラゴンズの先発ローテーションはまずはですね、高橋宏斗と小笠原慎之介、松木平、梅津光大、松葉、そして涌井選手、大野雄大選手、もしくは新外国人選手で、ここに入ってきてほしいのが、さっき言った中地礼也でしょ。で、根尾昂、この10枚でね、なんとか1年間回せればいいのかなとは思うんですが、10枚じゃちょっと無理かな。
まあここでやっぱりね、草加くんが入ってきたら嬉しいと思いますし、まあ2024年のドラフト1位はね、まあ、必ずね、まあ即戦力投手をね、まあドラフト1位で指名することは間違いありません。だからここに2024年ドラフト1位で指名をする即戦力投手を入れて、まあ12人、11人で、まあ1年間のねローテーションを回せればいいかなって思いますし、でここにですね、今福谷選手もね入る勢いがありますよね。もう33歳でね、今シーズンね、全然投げなかったからね、福谷くんね。いや、もしかしてね、戦力外あるかなって思ったんですけどもね、ここに来て、福谷くんが先発として結果を残していますよね。まあ、でも福谷くんも33歳で、松葉くんが34かな。で、涌井選手37、8で、大野雄大くんも36、7、8っしょ。まあ、ちょっとね、次世代の、先発投手を睨うね若手がやっぱいないんですよね。だからまあね、今季もなんとかね一軍ローテは回すことができて、まあ来季もね、まあベテランの力をまあ借りればね、まあ1年間はローテーション回るかもしれませんけども、でもやっぱね、ここに若い投手のイニングを食える先発投手っていうのがね、一人でも多く欲しいですよね。で、まあ皆さんがね、今大好きになりつつある福田幸之介くんね。まあ2軍でもですね、まあもう今先発で投げていますよね。福田幸之介くんはですね、2024年、2025年はですね、まあ1軍登板ゼロでいいと私は思いますね。はい。まあ福田幸之介くんはね、やっぱりね、4年目かな。4年目で、まあ、1軍に投げればいいかなって思いますし、で、3年目、2026年シーズンで、まあ、中10日ぐらいで、先発投手として投げていけば、まあ、私は満足すると思いますし、それぐらいのペースでね、まあ、体を作っていけばいいと思いますよ。福田幸之介くんはね、まあ、先発投手として、ポテンシャルは高いんでね、皆さん、福田幸之介くんのですね、まあ一軍定着に期待をしましょうね。まあドラゴンズはね、今先発陣が薄いから、2024年ドラフト会議をですね、まあ先発をね1年目からある程度任すことができる即戦力投手2人は欲しいですね。まあでもこの2人はですね、1年間中6日でフルにローテーション回すんじゃなくて、まあ中10日で、まあ1年間で10試合行くか行かないぐらい、まあ先発で投げてくれればいいんじゃないかなって私は思っています。はい、以上ですね。皆さんね、先発投手に関して思うことがあったらね、コメント欄に書いてください。